短命券返上。今回はお弁当におすすめ、ウインナーのしそ巻き焼きを紹介します。爽やかなしその香り、この香りに抗菌作用などがあります。たっぷり食べませんか。材料はしそ、ウインナー、小麦粉を用意してください。シソに小麦粉をつけるとウインナーにくっつき、焼き上がりもパリッとしますよ。つなぎ目から焼くと剥がれづらくなります。弱火でじっくりと火を通します。全体に焼き色がついたら火を止めます。続いて添え物のサラダを作っていきます。ドレッシングはよくかき混ぜてから入れてください。器に盛り付けたら完成です。シソの爽やかな香りが食欲をそそるウインナーのシソ巻き焼き、パリッとした食感でこれからの暑い季節にぴったりの一品です。お弁当のおかずにもおすすめ。ぜひ今夜の夕食にいかがでしょうか。